めちゃめちゃいいですよこれ。気持ちいい。どうもダイキングです。今日も動画見ていただきありがとうございます。パソコン作業とかあのスマホ画面で疲れた時の目ですね、目のあの癒しアイテムをご紹介したいと思います。僕もブログ記事だったりあの特に最近動画編集ですね、動画編集とか特にあの目を酷使したりするので、あのスタンディングで作業したりとか、まあ肩凝らないように、まあ、ちょっと歩いたりとかあの工夫してはいるんですけども、長時間作業だとどうしてもあの負担がかかってるなっていう感じはします。そんな時にあの使っているのがですね、アイマッサージャーになるんですけども、アマゾンであの購入したんですけども、あの休憩のね、合間とか休憩とかね、作業の合間にちょっとこう疲れたなっていう時にあのこちらのアイマッサージャーを使ってます。で、先にあのいいところをね、あの説明しておくとですね、40度前後でですね、目を温めてくれるホットアイマスク機能で、それに加えてですね、温めながらマッサージしてくれる空気圧でのマッサージになるんですけど、エアマッサージャー。でしかもですね、充電で繰り返し使えるので、経済的コードレスで使えるので、まあ、使う場所を選ばないっていうのは非常にいいかと思います。まあ、外観とかデザインと機能とかサイズ感とかをちょっと見ていきたいと思います。では行きましょう。外観はね、なんかその VR ゴーグルみたいなちょっと未来的なね、デザインですよね。アイマッサージャーって。面白い。白い部分がですね、あの、プラスチック素材。黒いね、あの、こっち側が黒いね、大部分がちょっとそのクッション性ある。黒い部分がこのクッション素材で、まあ、柔らかい素材。で、後ろにこのゴムバンド、頭を覆う方はゴムバンドがついてですね、まあ、長さの調整とかももちろん可能です。割とまあ、頭大きめ、小さめだったりする人も、まあ、ある程度は調整で効くと思いますね。うん、結構伸びる感じですね。で、充電はですね、こちらの USB、マイクロ USB を挿して給電しますと。で、サイズ感なんですけど、横幅が 20.5 センチ。で、縦が 9.5 センチですね。で、重さがまあ 350 グラムなんですけども、まあ、そこまで重さは感じないかな。折りたたんでね、収納ができますので、真ん中でね。サイズ感的にはね、この、この iPhone。iPhone 11とかと、まあ、10R とかですね。ちょっと大きめな iPhone ぐらいの折りたたむと。ただ、厚みは結構あるので、まあ、カバンとか、ま、入れれなくはないですけどね。まあ、持ち運ぶとしてはこういう形で持ち運ぶと思います。今はね、あの、3つあるんですけども、エアーですね。まず1個目、こちら、エアーが空気圧でマッサージするモード、ヒート。これ温めです。40度前後。VIBR っていうのがですね、あの、バイブレーションですね。振動をもさせるか、させないかになります。この3つをですね、あの、組み合わせて使うことができます。で、まずですね、使い方は、電源長押しでスイッチオン。これで今スイッチが入って動き出しました。ちょっと一応電池量の確認も、今一応できるのかな、これ。今の状態だと、エアーですね、このヒートが。光ってるの分かりますか？こう光ってるので、マッサージしつつ、温かい状態で今マッサージされてるって感じですね。で、エア、空気圧でやるので、ここら辺とかで今動いてるの分かります？おー、キュ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 。こういう感じで空気圧で動いて、まあ、圧力を加えてマッサージする。で、また電源ボタンを押すとですね、これ、今これこっち行きましたね。バイブレーション。ヒートはせずに、エアーとバイブレーションですね。なので、マッサージ。振動しつつマッサージ。これまた押すと、逆にこのヒートだけでモードになって、要するにホットアイマスク状態ですね。ただ、あったかい。っていう感じですね。あの、3種類を組み合わせていろいろ使えるので、非常に便利です。これまた押すと、こう、長押しで電源切れますね。これで最初戻るのかな？まあ、こういう感じでいろいろ、モードを、こういう感じでいろいろ使えますので、中はこんな感じ。まあ、入れたり、空気を入れたり抜いたりを繰り返す。で、この目の根元とか、こっちの中側とかもね。はい。かっこいいね。あ、気持ちいい。まあ、一応15分経ったら自動的に止まるので、まあ、それまでこうゆっくり、ぼーっとしてるみたいな。まあ、寝る前とか、めちゃめちゃいいですよ、これ。気持ちいい。空気圧でこう押したりとか、まあ、この目元、横のね、目元を押してくれたりとか、あとこういう振動。これはね、あの意味があるのかよくわかんないですけど、
めちゃめちゃ強くはないから、強い時もあればちょっと物足りないなっていう時も正直ありますけどね、気持ちいい。休憩中とかやっぱリラックスしたい時、風呂上がりとかね、寝る前とかも結構気持ちいいんで、まあ、そういう時に使ってみてはいかがでしょうか。まあ、ホットアイマスクとか繰り返し使えて経済的、あと持ち運びでねワイヤレスで使えるので、まあ、オフィスとかね気軽に外で使ってみてもいいかと思います。ガジェットブロガーをやっておりますので、アイマッサージャーですね、アイマッサージャーのレビュー記事も概要欄の方にありますので、そちらも合わせてご覧ください。こちらのチャンネルでは生活の質を上げたり効率を上げるようなガジェット家電ものなどをレビューしております。もしこの動画良かったと思う方はチャンネル登録またはいいね、まあ、評価もおね、コメントもね、お願いいたします。今日も最後までダイキングの動画をご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイ。楽しい。